すいません、空いてたんで勝手に使ってました。ここに来るとは珍しいね。部活の関係か？はい、活動報告先生に頼まれちゃって。そうか、大変だな。別に先輩よりかは全然大したことないですよ。あのちょっと聞きたいんですけど。ん？先輩って何のために戦ってるんですか？私の戦いは食材だ。昔も今も変わらない。私は何のためとか本当言うともうないです。父さんのこと分かっちゃったし。ただそれでも父さんの残したものをせめて私が消せればって。なんで戦うかなんて最初に考えなきゃですよね。なのに私今頃になって初めて真剣に考えてる。仕方ないさ。けどみんな違いますよね、戦ってる理由。まあシャドウをやっつけるってだけでもいいとは思うんですけど。何が言いたい？自分でもよくわかんないです。次の満月でいよいよ最後のシャドウだし、考えてるうちに終わっちゃいますよね。そうだね。次で全て終わるさ。そして普通の学園生活に戻れる。そろそろ生徒会の委員が来る頃だ。話なら後でも聞くな。あ、いいんです、すいません、お邪魔しました。
会場に92秒、前より改善であります。うん、体表温度 36.2 度、平熱。これなら朝にはすっかり治っていますね。冷凍庫で枕を凍らせておきましたが、どうやら不要であります。長居するとまたゆかりさんに叱られてしまいますね。日の出まではまだあと4時間12分。朝になる前に抜け出せばいいでありますね。もう少しここで見守るであります。お帰りなさいです。
帰ってきたか。こんばんは。あと1週間で満月だよ。いよいよ今回が12体目だ。準備はいい？ここまで長かったのか短かったのか。でもいろんなことが起きたね。けれど思い出話をするにはまだ早いよね。じゃあ終わったらまた会いに来るよ。くれぐれも気をつけてね。Thank you.
Thank you.
おかえり。帰ってきたか。君か、おかえり。
いよいよ明日で最後の作戦ですね。まあね、けどたった半年ちょいでいろいろあったよね。あなたはどう？そうだよね、俺的には暇してるよりかは全然良かったけどな。いろんな人にも会えたしさ。そうですね、無駄なことは一つもなかったさ。力を得て2年半、悪くない時間だった。真田さん、コロちゃんにも会えたしね。それにしても真田先輩、2年半って長いですよね。あ、アイリスはもっと長いか。私はほとんど寝ていたので、実稼働は極めて短いであります。霧城先輩はいつからやってんですか？確か真田さんよりもっと前からって。ん？私か？最初は私一人だった。もっともその頃はまだ作戦もなく、ここもただの学生寮だったかな。先輩も理事長から誘われて？いや、違う。私は幼い頃から影時間への適性があったんだ。以前、父の指揮するタルタロス調査の一団がシャドウに襲われたことがあってな。傍らで見ていた私にその時ペルソナが覚醒したんだ。そんなことが。私は安定制御下でペルソナを覚醒できた最初の例だったらしい。あの日、私に覚醒が起こらなければ今日のみんなの苦労はなかったのかもね。先輩、どの道誰かがやっただろう。敵を放ってはおけないんだからそうだな。明日は最後の召集をかけることになる。今日はよく休んでおいてくれ。連中にとっても最後の砦だからな。予想はしていたが油断するなよ。あいつら探す手間が省けたな。みんな、今までよく戦ってくれた。これが最後の作戦になるだろう。いつも通り最新の注意を払っていくぞ。はい。うっす。当然だ。今日で最後ということは無論知っていますね。あなた方はシャドウが災いを招くから倒すのだと言った。しかし命は日々無数に死んでゆく。シャドウなどいなくてもね。ペルソナ能力そのものは悪ではない。否定する理由などありません。本当は分かっているんでしょう。あなた方は影時間を消したいわけじゃない。そうすることで自分の中の何かを消した気になりたいだけなのです。本当に愚かな人たちだ。影時間を消すということはあなた方自身を消す行為に等しい。
そんなことにすら想像が及ばないとは本当に愚かしすぎて嫌になります。やはり私とあなた方とではわずかほども交わっていないようです。ではジン、こんなしょうもない連中見とられへん。互いの力と運命とが残るべきものを決めるでしょう。来なさい。二人とも本気のようです。どうか負けないで。断罪の時間です。ふん、ええ具合に体温まってきたわ。ほなガチで行くで。いったれ。甘く見たか、こいつらシャレになるわ。これでどうや。あかん、これ以上は。それがこうも厄介と。この力、どうやら認識を改める必要があります。身につけました。探索中の皆さんをどこからでも入り口へと戻す能力です。タルタロスでしか使えませんが、いざという時に役立つと思います。が、結局語れへんのか。与えられたわしらは自ら目覚めよったもんには語れへんのか。与えられた？
わしらは自然に目覚めたわけやない。体を矯正しとかんと力が保たれへん。お前らの死んだ仲間が持っとったやろ。神事の薬、出どころはお前らか。お前ら影時間が消えるっちゅう意味よう考えとるんやろな。影時間になんか体験しても普通のもんは記憶から消えてまうけど、影時間そのものが消えてもうたらわしらペルソナ使いかて。ジン、もういいのです。さて、普通はこの辺りが潮時でしょうかね。しかしそうもいきません。時の限られたこの体、力を失ってまで生きながらえるなど無意味。ならば私の生きた証、この地に立てるのみ。タカヤ、何をするのです。破れかぶれはあかん。ジン、すみません。でもこれはあなたが言うてくれた言葉です。お前らの勝ちや。行ってシャドウを倒したらええ。お前らの戦いが何やったんか、それで全部わかるやろ。おい、ちょっと待て。まさか飛び降りおってんじゃ。捕まって恥さらすんは死んでもごめんや。よう見とけ、わしらの生き様。あの二人、バカ野郎。気にするな、自分から選んだ末路だ。まだ作戦は終わっていないぞ。ここからが本当の相手だ。今はそれに集中してくれ。いいな。が届きませんね。少しだけ待ってください。ちょっと調べてみます。
本体、新たに敵を召喚しました。作戦終了と言いますか、任務完了でありますね。ああ、終わったな。こういう場合、現場リーダーのとっさの一言が必要かと思います。勝利宣言をお願いするであります。せーの、腹減った。腹減った？アイギスさんってお腹減るのかな。ところで霧城先輩、明日の夜は祝勝会するんすよね。なんだ気が早いな。もちろんその予定だが、どうした。そのうまい寿司とか食いたいな、なんつって。寿司か、いつ以来かな。俺はヒラメだ、あとウニも予約だ。あ、じゃあ私中トロ。言わないとダメ。じゃあいくら予約で。ちょ待ってよ、予約とかっておかしいだろ。私は
大トロ、マグロ、エビ、イカ、ホタテ、鉄火、あとアナゴも確保であります。取りすぎだ。つかお前は食わなくてもいいだろうが。醜い争いだ。霧城先輩、一応卵も頼みます。寿司屋の実力は卵でわかるって言うから。寿司屋の実力？たく、子供のくせに可愛くないな。わかったわかった。それじゃあ明日は特上品を運ばせよう。マジっすか？はあ、これまで生きてきてよかった。純平は残ったかんぴょう巻きね。あ、まだ続いてんのかそれ。てか、かんぴょうをバカにすんな。この景色ももう見納めなんだな。忌まわしいと思ったことしかないが、不思議と名残惜しい気持ちになる。そうだな。守ったんですよね、私たち。ああ、私たちのすべきことをちゃんと果たしたんだ。たとえ誰かの記憶に残らなくてもな。はい。おはよう。こうして日の出てる時間に会うの初めてだね。いい天気だね。今朝は本当の意味で新しい朝だ。君にとっても、そして僕にとってもね。今まで集まってきた記憶のかけら、ついに全部つながったんだ。僕は僕自身の役割がはっきり分かった。来たるべき時の訪れだ。本当は辛いことだけど、でも言うよ、お別れしなきゃ、君と。今だからわかる。君と友達になれたことは、僕にとって奇跡みたいなものなんだ。でも奇跡は永遠には続かない。永遠だったらいいんだけどね。君と会えたことは僕の宝物だ。たとえ今日が最後になっても、絆が僕らをいつでもつないでる。忘れないで。今まで楽しかった。じゃあね。